サイは2009年で結成されたベルギーのシンフォニックブラックメタルバンドである。サイは古代アイルランドのオガム文字から由来し、柳と意味する。ブラックメタルの影響のだが、クリーンボイス、またはチェロ、バイオリン、コルネット、トロンボーン、ユーフォニアムなどのクラシック音楽の楽器を取り入れるのが特徴。2009年末年末にファーストアルバム、イリバーサブルディケイの録音が開始するが、 クラシック音楽の演奏者の参加によって数ヶ月もかかり2010年9月に完成2011年1月ライブ活動を開始評判が高く全国に出演のチャンスが増える2011年3月イタリアのレーベルコード666レコーズと契約しイリバーサブルディケイを3月4日にリリース PV プラオレイは同時に公開 2011年11月、ジョナサン・バンダーウォルは、ボーカルとして、フロントマンの役になれず脱退。デニス・グランダラースが代わりに加入。2012年6月、ファーストアルバムのプロモーションとして行ったライブの、最後に、ベルギーの最大メタルフェスティバル、グラスポップメタルミーティングに出場。12月は、オランダのフェスティバル、エインド・ホーブンメタルミーティングでの出演で、 プロレベルバンドの市場への進出への足がかりを作った。2012年7月、セカンドアルバム、リツの録音が開始。古代文化の葬式、そして、ラブクラフト神話のクトゥルフに興味を持つデンニエで、ファーストの雰囲気よりさらに暗い曲を作曲。今回もフリューゲルホルン、チェロ、バイオリン、テルミン、チューバ、トロンボーンなどのクラシック音楽の楽器を取り入れる。 レコーディングに入る前に、脱退した、イブ・カラートは今回ギタリストとして戻る。2012年9月、メーヘム、エンペラー、アルクトールス、リンバーニック・アート、ウルベル、ベライドなどとのコラボレーションで有名なトム・クバルズバルが、アルバムをマスタリング。2013年118日にセカンドアルバム、リッツのリリースと共にブラックメタルバンドネグラ・ブーン・ジェット、と、初ツアーが開催。 その後は、ベルギーとオランダで、テクスチャーズ、フォン、ウィンターフェーラス、ザ・モノリス・デス・カルトと共演した。2013年6月、PV、ブラッド・リブルが公開。2013年9月2012年、グラス・ポップ・メタル・ミーティングの出場より、友達となった、英国のウィンターフェラスと、UK ツアーが決定。この度に、 二つのバンドで活動できなかったドラムのガーとモンデンは脱退し、その代わりにケビン・デリーナーが加入。2013年11月グラスポップで撮ったライブ映像 PV テフラが公開。2013年末デンマーク・コペンハーゲンに行ったブラック・ウィンター・フェストにヘッドライナーとして出場が2013年最終の出場となる。ありがとうございます。